こんにちは、しみしほです、本日は存在感が出せる女子会メイクをご紹介します。ポイントとなるメイクアイテムをご紹介していきます。こちらのシャネルのオンブルプルミエールクレーム深緑のお色です。そしてもう一つが RMK のダブルカラーマスカラのこちらがブラウンとこちらがオレンジになっているマスカラです。そして最後がこちらのシャネルの限定のカラーリップになります。こちらはパウダーでつけていく少し個性的なリップになっています。では眉毛から描いていきます。アイメイクに入っていきます。ポイントとなる深緑を目尻を中心にのせていきます。緑をのせたらぼかすようにゴールドを筆で入れていきます。マスカラに行きます。下地を塗るとカラーマスカラの発色も良くなります。目をパッチリ見せるためにまつげの中央部分にマスカラを重ねていきます。チークをしていきます。少し顔がシャープに見えるように中央からこめかみに向かって使っていきます。まずバームから塗っていきます。そしてこちらのパウダーをグラデーションになるように中央を濃くして塗っていきます。全体的にぼかして完成です。レッツゴーパーティー、できました。みんながおしゃれしてくる女子会なので目元とリップに両方にポイントを持たせた存在感のあるメイクに仕上げてみました。次回の女子会で試してみてくださいね。またねー。